今回我々が挑むフィールド、それは神が与えたもうた今世紀最後の秘境、聖地池原ダムだ。そこには巨大フロリダバスが生息するという。これまで数知れぬ勇者たちが挑み、そして敗北に。果たして我々は伝説のモンスターをカメラに捉えることができるのであろうか。目標は60アップですよね。60センチを超えるという巨大フロリダバスの正体とは、この時期だけ我々の前に姿を現すというメスのプリスポーンバスである。これをサイトフィッシングで仕留めるのだ。緊張した空気が張り詰める。動くな、本当にロックなもんじゃねえな。何立てになっちゅうの。だが我々の前には自然の猛威が立ちはだかる。モンスターはどこへ。そしてついに我々はこの聖地で脅威の目撃者となる。果たして。X デーとなった7月21日、我々は聖地池原ダムを目指す。狙いは60センチオーバー。気合が入る。いかん、早く着きすぎた。おはようございます。なんだ、探しまくったぞ。探しまくったぞ。しまった、つい熟睡モードに。何回も鳴らしても誰も出えへんし、もう30分もうろうろしてまったよ。どうすんの、どうすんの。もう早速行こう行こう行こう。はい、まずい、カーベを怒らせてしまった。それもそのはず、相手は巨大フロリダバス。カーベがナーバスになるのも仕方がない。しかもカーベの池原ダム挑戦は2度目。前回午後から降り出した雨と風に泣かされ、結局失敗に終わった経緯があるのだ。激しい雨が行く手を阻む。一体どうしたというのだ。スタッフの乗った撮影艇も危うい。我々の狙う巨大バスの姿は見えない。皆さんに、60センチ以上の、バスを、見ていただこうと、頑張りましたけども、釣れませんでした。起きろっちゅうの。まったく誰も来てもらえない。申し訳ないです。今釣ったんだからね。30分も前回はもう雨いっぱい降りましたから、今日明日はもう大丈夫だよ。そうですよね、降らないですよね。降らないよ。今回この池原で幻の巨大バスに挑むのは、ご存知日本を代表するバスプロ JB ワールドシリーズでも活躍中の我らがヒーロー川辺博一。不屈の精神でバスを仕留める。昨年のワールドシリーズ開催をきっかけに突如訪れた60センチオーバーのラッシュ。日本中のビッグバスハンターがここ池原に集まり、静かな山あいのダムはパニックと称されるほどの騒ぎに包まれている。昨年とある取材で川辺は60モンスターをゲットしている。そのノウハウが今日も通用するのだろうか。早速作戦会議でその戦略を探る。おはようございます。おはようございます。川辺さん、池原2度目なんですけれども、はい、前回は大雨ありました。大雨でね、まあ大した釣果も上がらずに、今回はまあリベンジということで、はい、でかい狙いたいですね、やはり。この池原っていうのは、はい、どうなんでしょうか、そのバスの動き的な状況。梅雨がちょうどこれで明けるぐらいなんですけれども、はい、基本的にはやっぱりもうベイトフィッシュについているっていうことですよね。で、ベイトがどこにいるかっていうと、流れ込み、それから水通しのいいところ、それからダムサイト近く、まあどっちどっこうにしても水通しのいいところ、もしくは新しい水が入ってきているところっていうのが肝になると思うんですよ。あとはフラット部分ですね、フラットなところがあるようなところ、はい、そういうのが肝になると思いますね。はい、ズバリ今回目標といえば、目標は60アップですよね。で、まあなるべく大きいのを釣っていきたい、
ていうのはまあ基本ですけれども、はい、まあ、作戦としましてはその川辺さんの釣り方ってどうなるんでしょうか。湖自体水がきれいなので一応、まあ、見て釣る、まあ、サイトフィッシングが基本になります、はい、でまあ見るのが一番早いんでね、うん、でそれで見えなければ見える範囲にはいないと、要するに、うんうんうん、判断してそれより深いところをやっていけばいいわけで、うん、まあ、とりあえずはサイトフィッシングが基本になりますね。これが今回のフィールドになる池原ダムのエリアマップ。時間的なものもあるんで全て回るっていうのは難しいと思うんですけれども、まあ、ビンゴ筋、まあ、一応インレット関係はやりたいとこなんですよね。あと意外にこのダムサイトですね、はい、ダムサイト近辺、あ、もしくは島周り、うん、島周り近辺、はい、その辺のちょっと広くなってるというようなところもやってみたいところですね。ルアーはまあ魚の様子見ないと何とも判断しづらいとこなんですけれども、はい、意外にこうゆっくりした動きの方がいいとは思うんですけどね。まあ分かんないですね。特に、うん、雨の降ってる日だったら速い動きとかでもいいと思うんですけども、晴れちゃうともやっぱりゆっくりした動き、もしくは意外にトップウォーターなんかもそろそろこの季節いいと思うんでやってみたいっていうルアーですね。なるほど、はい、特にその、まあ、池原ではっていうことはないんでしょうけれども、大きいそのビッグバスっていうのが、はい、線香で釣れるっていうのをよく耳にするんですけど、はい、まあ、線香はまあどこの湖でも、よく釣れるルアーだと思うんですが、まあ、餌的なんですよね。で何が餌的かっていうと、水平にゆっくり深いところまで沈んでってくれる、でベイトタックルでもキャストできる、で、まあ、細いラインじゃないから切られる心配も少なくなりますしね。そういうところが強いと思うんですけどね。なるほど、はい、分かりました、はい、じゃあこの2日間ですが、はい、密着いたします。はい、頑張ります。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。我々の爆睡癖のせいで多少出遅れたものの早速ボートを走らせる。まずはスロープ横のシャロー、広いワンド状になっておりスポーニングエリアとしても有名だ。いきなりザラを手にする川辺、まずはトップウォーターから様子を見る。飛ばねえ。軽やかにウォーキングドッグを続けるが反応なし。次なる作戦へ移る。それはサイトフィッシング。目標となるバスを目で見つけて釣るのである。それは限られたプロフェッショナルだけがその極意を知るという究極の釣りと言える。どうでもいいけど暑い暑い、サングラスも速攻で曇っちゃうな。視界を遮る偏光グラスの曇りや水面に立つ波はこの釣りの大敵だ。本当にロックなもんじゃねえな、波立てんなっちゅうの。せっかくのこの一番貴重な風のない時間を波立ててどうすんだっちゅ。水中が見えなければ釣りにならない。しかし川辺はすでに何かを見つけている。遠目で見守る取材班、その時いきなり来た、でかい。惜しい、外れた。甘かったか、フッキング。なんということだ、せっかく口を使ったというのに。せっかく見つけたやつなのに失敗したな。さすがにダメージが大きそうだ。熱い。ちょっと移動しよう。気を取り直して対岸の島周りへ移動することに。まずはじっくりと水中の様子を伺う川辺。サイトはここから始まる。簡単にバスを見つけるというが、実はそれが一番難しい。プロは恐ろしくその能力に長けている。そうな雰囲気。そして川辺が大切にするフィーリング、自然と同化することによって得られるというその感覚で確実に巨大バスへ近づいているのだ。
秘境池原、川辺はこの大いなる自然の中で一体何を見つけているのだろう。川辺が止まった。見つけたのか。来た。しかし何か様子がおかしい。スピニングタックルでも余裕であしらっている。60センチオーバーではなさそうだ。よしよし。ほら、かわいいでしょ。あれじゃないんだよ。あれじゃないんだよ。もう一匹いたんだよ。60ぐらいのが。戻ってくると思ったんだけど、戻ってこなかった。残念。ついに池原モンスターがその姿を現す。さっき朝狙ったとこなんかもう去年と同じとこにいるの。去年とね、似たような水位だから分かりやすい。やはり昨年の実績は役に立つ。この辺いそうなんだけどな。いないね。あ、いたいたいた。出てきた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 ぞ。あー、どこ行っちゃうんだよ。どこ行っちゃうんだよ。出てきたけど、ダメだ。悠々と泳いでちゃった。昨年からの池原パニック、やはりバスもナーバスになっているのか。ほら、いない。ちょっといないっすね。さあ、坂本行くわね。大きく移動をすることに。我々は一気に坂本のダムサイトを目指す。やはり昨年の実績場所。大いなる期待を持って近づく我々。しかし、その場所で我々が目にしたものとは、なんと先行者が入っていた。やむなく様子を見ながら引き返すことに。しかし、さらなる不運が我々を襲う。川辺が最も恐れていた事態、そう、風である。どこの風は、こんな吹いたら見えない。見えなくては始まらないのだ。何も見えないじゃん。ガーン。さっきも吹いてなかったのにな。急に吹き出したね。移動。風の当たらない島周りへ戻る。なぜだか今日はリズムが狂う。その原因は朝一に狂わせた我々のせいなのだろうか。ああ、行っちゃった。こいつどこ行っちゃうんだ。いるんだよな、やってたまにひょろっと。何してるやつなんだろう。あんなん釣れねえぞ。釣れないムードが蔓延する中、一人川辺はその恐るべき集中力を見せつける。の川辺、彼ならきっと奇跡を起こせるはずだ。我々はただこれ以上の不運が訪れることがないよう天に祈るだけだ。頑張ってください。天を見上げるとそこには雨雲が。一体我々が何をしたというのだ。
狙っていない小バスが邪魔をしてくる。そしてとうとう恐れていた雨が我々を襲う。風浦はあっても雨浦はないのだ。我々の脳裏に去年の悪夢が走馬灯のようによみがえる。 AD1 号はあまりのショックに石像と化する。そしていきなり晴れる。それはないだろう、今降ったばっかりなのに。軽く切れる河辺、そして力なく笑うディレクター。しかし笑っている場合じゃない。気を取り直し幻の巨大バスを探し続ける。本来神経質な巨大バスを仕留めるにはシャローに上がってくるスポーニング時期に狙い撃ちするのが池原の常識。そのため5月6月には大勢の釣り人が一気にここへ訪れ、そのプレッシャーで釣りづらい状態に陥っていたのである。そのせいか今年の釣果は去年に比べるとかなり低い。その中での挑戦である。あ、いた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 。やばい、どっか行っちゃいそうだな。お願い行かないで、行かないで、行かないで。あんまり大きくもないしな、ほんで。ああ、もう行っちゃった。はい、おしまい。アフターの魚だ。そりゃどっか行っちゃうわな。アフターのバスは不利のバスとは違い、スポットに固執しないのである。木から出てくるんだな。この木とあそこにはついてるってことだな。しかしどうやって釣るんだよそれは。じゃあやっぱりあれなのかな、こういうなんか しょぼいことしないと。えい、どうや、食ってみろ、食えるもんなら。いや食えなかった、意気地のないやつらじゃ。うんうんうん、私の勝ちだな、リベンジ成功の。苦しい。確かに苦しい。本当に朝ワンチャンスあっただけで終わっちゃうの今日。ふざけろよ。でまたどっか行っちゃうんだろお前。いいよ、今度は俺が逆に動かないでね。今度は俺が逆に逃げてってあげるよ。そうすればお前戻るんだろ。よし、本当に戻った。あとはあのバスに口を使わすだけだ。木を木の陰に入れるか。そうすれば、おそらく今日最後のチャンス。果たしてものにすることができるのだろうか。来た、食った、くそ。いきなし食った。なんや知らん、他の魚かもしれんけど。でもなんかあいつぐらいしかいなかったな、そこ。再度チャレンジ。この辺でゴンとくんだよ。来ないか。来た。やべけ。ドラグが悲鳴を上げる。間違いない、モンスターだ。立ち木に巻かれぬようエレキでオープンウォーターへと誘導するカード。これぞプロのランディングテクニックだ。
かい。よし、取れるぞ。これついに取った。これが探し求めていた池原のモンスターバスだ。うわ、でっか。これはでかい。スチール、スチール。なんという魚体。これは本当にバスなのか。待って、まだ持ってます。このビデオの方に、うん、ほら、あ、でっかい。65センチ。もちろん釣り大好き記録の更新だ。現在公式日本記録は68センチ。このバスのでかさがわかるだろう。やばい。はい、よし、上がろうか。今日はこんくらにしといてやろうか。かっこいい。かっこよすぎるぞ、川辺裕和。もちろん明日にも期待したい。